皆さんこんにちは。 NHK 大相撲中継の解説でおなじみの元横綱北の富士さん、2023年3月場所以降病気が原因で大相撲の解説を休んでいます。また北の富士さんは結婚して子供もいますが、奥さんとは別居中との噂が流れています。今回は北の富士さんの解説引退説や病気、妻との別居など詳しく調査していきたいと思います。北の富士さんは十両で史上3人目となる全勝優勝を果たし、1966年に大関昇進、そして1970年に第52代横綱へ。優勝回数は10回、そのうち3回が全勝優勝となっております。そんな北の富士さんは2023年3月の春場所から今回の大相撲春場所の解説を休場が決まり、今回で7場所連続の休場となりました。休場理由については個人に関することなのでこちらからお伝えできることはありませんと説明していました。ネットの声には、北の富士さんが戻ってきてくれるのを待ってます、早期の回復を願います、わざわざ言ってくれるってことは復帰する予定があるってことだよね、とても残念ですが向正面で解説している荒磯親方、元関脇琴勇輝がすごく良いなどいったものもありました。1月の初場所、5月の夏場所、9月の秋場所は東京で開催されたのですが、それ以外は地方場所でした。なので2週間以上ホテルに滞在して解説するのは体力的にしんどいのかなと思いました。北の富士さんは現在82歳です。高齢になり体調不良で入退院も繰り返していることから、毎日会場に足を運び NHK の解説をするのはかなり厳しくなってきているのかもしれません。実際解説中に滑舌が悪くなったり、実況のアナウンサーから質問されてもちょっとの間が空いてしまったこともありました。時には咳込むこともあり、北の富士さん自身も体調が優れないことを明かしていたので、想像以上に辛い状況なのかもしれません。現状で解説引退の話は出てきていないので、症状が落ち着いたら復帰するのかもしれないですね。さて北の富士さんは病気が原因で解説を休んでいると噂されていますが、詳しい病名までは明かされていないようです。ですが過去にも病気にかかったことがあり入院もしていたとのこと。北の富士さんはこれまでどういった病気にかかってきたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。1未破裂動脈瘤。まず1つ目は未破裂動脈瘤です。1994年に受けた脳ドック受診の際に判明しました。この病気が発見された時のことについて北の富士さんは以下のように述べています。異常が分かった時は目の前が真っ暗になり、手術の前に遺書を書いた。それほど北の富士さんにとってかなりショックが大きかったそうです。しかしその後手術に関して医師の説明を受けていくうちに不安はなくなっていったと語っていました。ちなみに未破裂動脈瘤とはどのような病気なのでしょうか。未破裂動脈瘤とは脳動脈の壁にコブのように膨らんだ部分があり、見つかった時点で頭部から破裂、出血の兆候がない、破裂する前の状態のことです。痛みなど自覚症状がないことがほとんどだそうです。なので検査の際に見つかったのは幸いなことでした。この病気は日本人の約 5% 程度の人に見つかると言われています。要するに20人のうち1人が持っているということになります。もし破裂した場合、くも膜下出血や脳出血になる可能性があるので手術を行うことがあります。ちなみに北の富士さんは未破裂動脈瘤の手術経験と題して講演を行ったことがあります。そこでは病名を告げられた時の心境を語りました。自身が体験した病気に関して講演をするということはすごく大事なことだなと思いました。2現役時代に不眠症に、2つ目は不眠症です。北の富士さんは横綱時代不眠症にかかったことがあります。医者に負けが続いているから眠れませんと相談したところ、それは不眠症だと言われたそうです。北の富士さんは場所中不眠症を理由に途中で休場したことがありました。不眠症の原因は生理的要因、環境要因、心理的要因、生活習慣的要因など様々です。不眠症で休場するってかなり珍しいのではないでしょうか。3心臓の手術。北の富士さんは2016年末に心臓の手術を行いました。ただ詳しい病名は明かされていません。八角部屋の関係者は体調が悪いわけじゃないです、不整脈の手術で、それが伸びて
入院が長くなっただけです、と述べています。2017年の初場所は休みましたが、3月場所からは解説に復帰しています。4体調不良、北の富士さんは2022年に解説の仕事を2日間休んだことがあります。北の富士さんはもともと心臓の持病を抱えていたので、体調不良を起こしたのでは、と噂されました。ただ体調不良ではなかったようです。当時便秘気味だった北の富士さんは排便の際にお尻の穴を傷つけてしまったとのこと。解説時に座る椅子の座面が硬く悪化してしまうことを恐れ、休むという結論に至ったようです。ご入院。東京中日スポーツにある北の富士コラムによると、2023年1月23日から休載と書かれていました。ですがおよそ2ヶ月後の2023年3月15日にはコラムが復活し、もうすぐで退院と記載されていました。おそらく最低でも2ヶ月間は入院していたと考えられます。入院中も体重が10キロほど落ちたりと、かなり大変な日々を送っていたようです。北の富士さんは筋肉が急激に落ち、我ながら情けない体になってしまった、と話していました。ですが退院する頃には体調は回復したそうです。ご再び入院。2023年5月の夏場所の北の富士さんのコラムが休載となっていたため、5月に再度入院となったのでは、と噂が流れました。ちなみに病名は判明していませんでした。北の富士さんの現在についてですが、療養中とのこと。また2023年秋場所前に八角理事長は北の富士さんについて、元気になって退院しましたとコメントしていました。ただ詳しい病状については公開されていないため、詳しいことは分かっていません。また心臓に持病があるとお伝えしましたが、それ以上のことは明らかになっていません。北の富士さんの孫弟子である北の若さん、9月場所で勝ち越した際、北の富士さんに電話で報告したといいます。その際に遅いと一言、厳しいことを言われたそうです。北の富士さんは声を出すのに問題があると思われます。ちなみに遅いって報告するのが遅いのか、あるいは勝ち越すのが遅いのか、どっちの意味で言ったのか気になりますよね。またこの八角理事長のコメントの後は入院などの報道もないため、詳しいこと分かりませんでした。ただ解説もコラムもお休みしていることから、あまり良い状況ではないのかもしれませんね。そんな北の富士さんですが、1974年に結婚しています。ですが奥さんや子供とは別居中と噂が流れています。噂は本当なのでしょうか。北の富士さんは1974年7月に現役を引退されました。そして翌8月に日本のミュージカル女優でバレリーナ兼バレエ教師の花賀智子さんと結婚。しかしその後は離婚しており、バツイチとのこと。そして1985年11月に北の富士さんは再婚します。お相手は銀座の元ホステス松木麻里さんとのこと。千代の富士や北斗海が優勝した祝勝会にも参加していたそうです。また北の富士さんには子供がおり、その娘さんは再婚相手の松木麻里さんとの間にできた子供とのこと。さらに北の富士さんにはお孫さんもいるそうです。お孫さんは何人いるのかは分かりませんが、ほとんど女の子とのこと。北の富士さんの再婚後の結婚生活について調べましたが、あまり情報がないようです。コラムの内容を見る限り、北の富士さんは現在一人暮らしをしているのではないかと言われています。なので奥さんとは離婚しているか、もしくは別居している可能性が高いと考えられます。しかし真相は謎のままです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。